皆さんこんにちは、大です。現在私は JR 東日本と青い森鉄道の八戸駅に来ています。今回この動画はその速さもはや特急並み、特別快速ねぶたライナーに乗ってみたということでお届けしていきます。ねぶたライナーはねぶた祭り開催に伴い青い森鉄道で運転される臨時列車です。ねぶた祭り開催期間中、毎日往路と復路1往復設定されているんですが、帰りの復路便は快速列車としてちょこちょこ停車してくるのに対し、雪の往路便は速達性の観点から特別快速で八戸を出ると途中三沢と野辺地の2駅にしか止まらないんですよね。青い森鉄道の定期列車っていうのは快速下北を除き基本的に各駅に止まる普通列車になっています。普通列車八戸青森間だいたい1時間30分かかるわけなんですが、途中2駅しか止まらない特別快速ねぶたライナーは八戸青森間を68分1時間8分で結ぶという、もはや特急並みの速さなんですよね。そんな特別快速ねぶたライナー、今回は八戸から青森まで乗り通してみようと思います。ということで JR 青い森鉄道八戸駅の改札口にやってきました。今回使う切符はこちら、青春18切符です。青い森鉄道第3セクターということで青春18切符本来なら使えないわけなんですが、この八戸駅で分岐する八戸線、野辺地駅で分岐する大湊線が JR の飛び地路線ということで、利便性の観点から青森八戸間途中野辺地駅以外で途中下車しないことを条件に青春18切符で青い森鉄道を利用することが可能になっています。特別快速ねぶたライナーにぴったりな特例ですね。そしてやってきたのが青い森鉄道八戸駅4、5番線です。乗車する特別快速ねぶたライナーは4番線から15時30分発です。列車発車案内もね、しっかり特別快速ねぶたライナーに対応しているんですよね。なんなら列車名の横にはねぶたのイラストまでついているわけです。あ、すげえなこれ。で、現在4番線には15時14分発大湊線直通の快速下北大湊行きが停車しています。特別快速ねぶたライナーはあちらの車両がね、この後15時22分ごろ回送列車として4番線へと入線してきます。八戸駅4番線には15時30分発青い森鉄道線臨時の特別快速ねぶたライナー青森行きやってきました。こちら青い森鉄道の701系です。前面の表示幕はね、快速青森になっているんですが、その下にはね、別で特別快速と出ているわけです。なかなか面白い列車ですよね。側面表示は幕式になっています。こちらもね、特別快速に対応してないからか快速青森の表示です。ただね、青森鉄道で快速っていうのは定期列車ではないのでね、結構珍しい表示になっています。それでは特別快速ねぶたライナー乗車していきましょう。発車まで時間がある上にね、車内保温のためドアは半自動扱いです。乗車する際、車内に段差があります。足元には十分気をつけましょう。車内はね、オールロングシートになっています。ただね、ねぶた祭りへのアクセス列車ということでね、ご覧の通り座席は全て埋まっている状態になっています。車内にある路線図です。特別快速ねぶたライナー八戸を出ると途中三沢と野辺地にしか止まりません。現在のね、八戸駅っていうのがここなんですが、ここからね、途中三沢と野辺地だけということでね、結構停車駅が少ないのが分かりますよね。通過駅めちゃくちゃ多いです。この列車ね、ワンマン列車ということでね、運賃表示器が出ているわけなんですが、特別快速の停車駅にしっかり対応しているんですよね。いや、すげえなこれ。15時30分八戸駅を
特別快速ねぶたライナー発車していきます。ここから青森まで、ね、たった2駅しか止まらないわけです。車内の構想も、ね、特別快速に対応していないんですね。ただ停車駅には対応しているみたいです。八戸発車後すぐに鮫久慈方面の JR 八戸線とお別れします。八戸線分岐もね、奥には JR 八戸線の車両基地がね見えるわけです。車内の運賃表示時期、右側にね、次は三沢と出てるんですが、その後にですね、途中の停車駅が出ているわけです。めちゃくちゃ少ないですよね。ねぶたライナーは特別快速です。途中三沢は野毛市以外には止まらないということでね、全ての駅を通過していくんですよね。列車が現在通過しているのは下田駅です。快速下北号の停車駅なんですが、特別快速ということでこの列車は通過していくんですよね。現在走行している青い森鉄道線は、東北新幹線開業前は JR 東北本線だった区間です。そのためね、全区間で複線電化になっており、線形もねいいということでめちゃくちゃかっ飛ばしていくんですよね。しかも青い森鉄道でここまでねスピードを出して途中駅を通過していくっていうのも結構珍しくなっているんですよね。特別快速ねぶたライナー、現在上北町駅に通過しています。快速下北号の停車駅ですが、やはりこちらも通過です。青い森鉄道線上北町最も間っていうのは線形がめちゃくちゃいいんですよね。ということで110キロオーバーでね、かっ飛ばしていくわけです。通過しているのは最も駅です。こちらもね、快速下北一部ですが停車する駅になっています。ねぶたライナー発車していきます。次の停車駅がね、終着駅の青森です。途中のね、浅虫温泉といった駅は通過していくわけです。また野辺地駅は JR 大見里線との分岐駅、発車後すぐにですね、青森鉄道は JR 大見里線とお別れしていきます。野辺地発車後の車内の様子です。次がね、終着青森なわけなんですが、ねぶた祭りにね参加するために多くの人が乗車していますね。2両編成の車内は立ち席が出るほど混雑しています。すげえなこれ。野辺地から先もね、複線ということでね、列車交換なしですれ違いが可能になっています。通過しているのが針葉沢駅です。野辺地から先のね、青森鉄道でね、通過運転っていうのは結構珍しくなっています。普段は各駅に止まる普通列車だけですからね。特別快速ねぶたライナーは小湊駅を通過しています。この駅でね、始発の臨時普通列車ねぶたモーリー1号を追い抜きます。通過しているのは青い森鉄道の中央駅、浅虫温泉駅です。普段ね通過する列車もないということでね、
結構のんびりの通過になっています。てか主要駅を通過するっていうのはなかなか面白いですよね。列車は東青森駅を通過しようとしているところなんですが、現在走行しているのは下り本線といってもね、ホームがないところを走行していくんですよね。基本的に東青森駅は普通列車止まるということでホームがあるところに通っていくわけなんですが、こうやってねホームがないところを通過していくのも臨時の特別快速ならではの光景ではないでしょうか。いやまさかね通過線をねこの時に体験できるとは思いませんでしたね。すげえなやっぱり。列車は現在青森信号場を通過していきます。ここから先終点の青森駅までっていうのは唯一ね青森鉄道で単線区間になっているわけです。ここから少しだけね単線区間を走っていくんですね。青森到着前に秋田、新庄、福島方面からの奥羽本線と合流します。八戸を出てから1時間8分、やってきたのが終着駅青森です。乗ってきた青森701系は折り返し回送列車となります。その速さもはや特急並み。特別快速ねぶたライナーに乗ってみた動画いかがだったでしょうか。ねぶた祭り開催時のみ運転となかなか乗りづらい列車ではあるんですが、普段はね普通列車しか走っていない青森鉄道に特別快速が走るまたとない機会になっています。もしね今年は無理でも来年運行されると思いますので、途中停車駅が2駅しかないもはや特急並みの特別快速ねぶたライナー乗ってみてはいかがでしょうか。ではこの動画はここでおしまいとなります。ご視聴ありがとうございました。